皆さんもこんにちは、リアマレクサンダーでございます。で今回はですね、今回も m l b j セブン1 7の、えー、動画をやっていくんですけれども、今回は番外編といたしまして、えー、難易度についての、えー、説明を、ね、したいと思います。えー、かなりね、この、すごく難易度設定とかもう全部英語とかで、あと結構複雑になってるので、えー、難しいところもあるかと思いますので、少しでも参考になればということで、えー、難易度の説明についての動画を今回上げさせていただきます。 まずですね、まあ、あとホーム画面に戻っていただいても、えー、同じなんですけどもとりあえずこのオプションいろんなこの選択肢があるんですけれども、えー、とホーム画面でも同じです多分オプションという欄があると思うのでオプションというところのユーザーセッティングスというところを押していただきますそうするとですねこのような、えー、6個ぐらい画面が出てくるんですけれどもここででですねここで1つまず大きな違いがあってビギナーとこの、えー、ベテランモードっていうんですか あのー、こっちのは、えー、と結構ゲームに慣れている方用とビギナーこの、えー、ゲームに慣れていない初心者の方っていう2つの,この項目がまずあるんですね L1 と r 一でこう切,り替える切り替えられるんですけれどもで、えー、とこの2つはです、ね、全く別物にな,なってまして例えばビギナーで始め、えー、やるって決めたらビギナーの方の、えー、セッティングをして,いただいしていただくんですけれども そのしていただいた内容は、こっちのベテランの方の難易度には反映されません、こっちとこっちは全く別で難易度が設定されているので、まあ、途中から例えば、まあ、ビギナーもすごく初心者なんてうか、このゲームに慣れてきたし、ちょっと難易度上げようかなってって、ここだけ切り替えてやってしまうと、あのですね、全く別物なので、こっちでも、えー、ビギナーとかの設定が実はここであるんですよ、実はね。 こっちでもまたビギナーになってると、実際、何もか難易度変わらずにビギナーになってしまうので、そこもまた難しいところなんですけれども、だからね、正直、あのビギナーであろうが、こっちのモードであろうが、えー、と難易度設定に関しては、これ、全く同じなので、これ、ちょっと今あの、僕の表記が違いますけれども、これね、全く同じなので、あのやるときはね、どっちかに絞っていただいた方がいいと思います、さほど変わりません。 全く変わりませんただ、ここの表記が違うだけであって、まあ、僕がお勧めするのはビギナーですね、単純にビギナーで、ビギ,ナーの中でこのビギナーの中でも最高難易度に出てきますから、こちらのモードでやっていただくのが分かりやすいかなと思います。なので、えー、と難しくしたいときもビギナーの中のこのオプションで思いっきり難易度を上げていただければ、えー、普通に、ね、ベテラン以上の難しい難易度でも遊べますので。 それでいいかなと思います。で、今回はこのビギナーの方の説明で行かせていただきます。で、難易度編、えー、ここにね、6個ぐらい、えー、設定があるんですけれども、難易度についての,せあの設定では、このゲームプレイオプション、こちらになります。ここにいろいろあるんですけど、これはね、例えばほら、オーディオとかビデオとか、あのー、試合中に流れる実況の音とか、会場の中の音とかっていうのをここで決められます。はい。これはまあ別にあんまり気にしなくてもいいかなと。 思うんですけどもまずは一番結構ゲームをやる上で重要な難易度についてやらせていただきますとでこの難易度の中でもこのピッチングバッティングベースランニングピッチングフィールディングジェネラルっていう4つあるんですよねこれだけでも4つあるんですよねなかなか難しいんですけれどもでまたこのゲームの難しいところで、えー、とピッチャーの時とバッターの時の難易度が別々です 一緒じゃないんですよ例えば、バッティング、えー、ロード・トゥ・ダ・ショーでじゃあバッターでやろうって言って例えば、僕今、ルーキーでねあのやってますけれども例えばルーキーにしようってやったで、今度また、えー、この野手、えー、モードを、ね、やってて野手モードも結構進んだから今度ピッチャーやろうかなってってピッチャーモードは始めて実際、この前野手モードはルーキーで今遊んでるじゃないですか。 でピッチャーもルーキーなんだろうなと思ってそのまま難易度いじらないでやってしまうと実はこれまた、ですねこっちのピッチングの方ではですねほら現在、ビギナーになっているんですよね、ビギナーになってしまっているのでピッチングの場はまた新しく、えー、と難易度を変えなきゃいけないんですよね、ここも難しいところで、でも項目は全く一緒な,な,なので、まあ、おすすめのね、まあ、自分の、あのー、腕に合った難易度にしていただくのがいいかなと思うんですけどもね。 で難易度を変えるところはこちらの、えー、とヒッティングディフィカリティというところですね、で一番簡単や優しいのがこちらのビギナーになっています、レベルでいうと一番簡単なレベル1、本当にこう、なんでしょうね、球に,あたまにこう当てさえすればヒットゾーン飛んでいくよみたいな、そのぐらい簡単でございます、で初め本当に初めてゲーム、MLB を触るよという方は、ビギナーで、本当にチュートリアル程度で遊んでいただくのがいいかなと思います。 2つ目に入っているこのダイナミックなんですけども、これ何かっていうと、難易度が自動決定されるモードになってまして、これ、どういうことかというとです、ね、こちらの難易度自動決定はです、ね、打てば、初めは僕、ビギナーの方から始まるんですけれども、ビギナーとかやっていって、打てば打つほど勝手に難易度がこう上がっていきます、で打てば打つもが上がっていくし、で逆に今度上がりすぎ打て、打ちすぎて上がりすぎちゃって、全く打てなくなると、今度また自然,自然と下がっていくんですね。 で僕これ初めにずっと前に MLB 遊んだ時にこのモードがあってあ、絶対これいいじゃんと思って、自分に合った難易度がで遊べるんだから、これでやろうぜと思ったんですけれども、これ、よくよく考えてみると、打てば打つほど難易度上がっちゃうんで、安定したパフォーマンスっていうのは出せないんですよね。なので,で、すね僕的にはこれ、あまりお勧めしません、ダイナミックは。これはね、まあ、確かにこの選手、現実の,、ね、あのスランプとかありますから、調子いいときと調子悪いとき、それも。 もう含めて楽しみたい方はダイナミックでもいいかなと思うんですけどもこう安定した、ね、あのこうシーズン通してこれ3割超えとかなかなかこのダイナミックモードだと出せないと思うのでこれは、ね、僕的にはあんまりお勧めしませんかなと思いますでこれはまあ置いといて、えー、さっきレベル1ですよねでレベル2に当たるモードがこちらですね、えー、現在やってるルーキーこれはですね、まあ、これも結構、まあ、言っちゃ簡単ですね簡単です ただ、ですねこれ全難易度においてヤシ、まあ、だとダブル A からスタートして AAA、MLB と上がっていくと思うんですけれども、このダブル A、トリプル A でバンバン打てても同じ難易度の話です例えばルーキーで始めてダブル A、トリプル A でめちゃめちゃ打てても MLB に上がったとたぶん難易度が1個上がったかのように打てなくなります実際は変わってないんですけどそれぐらいですねメジャーに上がると結構難しいので。 えとマイナーの時にガンガン打っててあ打てるじゃん、これもっと難易度上げようよって思ってやってしまうと結構メジャーで苦労するのでまずはメジャー上がるまでどんだけマイナーで打てても同じ難易度でやることをおすすめしますで、メジャーで実際打ててきたらあじゃあ変えてみようっていうので1個上げてみるっていうのもいいと思いますしまずはですねメジャーで打てるかどうかなるのでメジャーになると、ね、レベルが、ね、1個上がった感じになるので、ねえー、難しいと思いますのでそちらもですね、えーまあ、自分の腕に合った 難易度でやっていいいいただくのがいいかなと思いますそして、レベル3に当たるこちらベテランでございますね、これはね、結構本当に MLB をやってる方だと、まあ、平均的な難易度になるかなと思います、僕も個人的に遊んでる時はバッティングに関してはこちらのベテランで遊んでおります、そしてベテランでももう満足しないよという方は次の難易度、オールスターというものがございます、こちらのオールスターというのは、ですね、まあ、本当にかなり難しいですね、うん、打ちづらいですね。 あのタイミング合わせるだけじゃなくてタイミングあっても完璧でも空振りしたりとか正面飛んだりとかもするのであのだん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 ストレスが溜まっていく難易度ですねこれはね <laughs> 非常に、まあ、これは難易度的には本当にやり込んでる方がやるかなと思いますでさらにその上がありましてホールオフフフェイムっていうですねこれ野球殿堂って意味なんですけども本当に野球殿堂入れするような選手がね 選手並みの難易度でですよっていう、まあ、分かりやすいですね、もう、なかなか打てません、これは、僕もあんまり試したことないです、これは、あのね、本当に2割とか1割いけばいい方だっていうぐらいで、ね、打てないと思います。で、このゲームの最高難易度、こちら、レジェンドですね、これに関しては僕、やったことがないので、どんな難易度かっていうのを説明できないんですけれども、半端ないと思いますね、これは。 これはちょっと僕も、ね、やろうとは思わないですね、多分最高にストレス溜まると思うんで、打てなさすぎて、僕は、ね、意外とストレス溜めずに遊べたい人なんで、レ、まあね、ジェンドはもう今後もやらないかなと思いますねあ、メール見に関しては本当難しいので、ベテランでも難しいと感じますからね、で僕はまあ個人的に遊んでる時は、こちらのベテランでやっております、でピッチャーの難易度に関しては、えー、同じ出会いですね。 リーナーあってダイナミックアッてルーキーあってベテランあってオールスターあってホールブフェイムがあってレジェンドとなっております。でピッチャーの方はですねあのただ投げるだけではなくこのなていうんでしょうねタイミングを合わせるうーっていうのを。 プラスモーションで自分のやる動作が増えるので、それによってまたね飛んでいくところも変わりますから、これはね、バッティングの難易度よりも、一つ上に上げていいかなと思いますね。僕も個人的に遊んでるときは、ピッチングはオールスターでやってます。うん、こっちはね、意外とあのタイミングさえ合ってれば、なかなかいいとこ飛んでって空振りとかもしてくれるので、意外とオールスターでも満足できて、遊べますね。というのが僕の個人的な感想です。うん、という感じですね。 えーまあ、分かりづらいと思うんですけどね、本当にこんな、こんなんで申し訳ないんですけども、一応難易度に関しては、こんな感じになっております、戻しましょうかね、僕はね、こんな感じで、えー、こっちは実況用のアカウントな,な,な,なので、まあ、どっちでもルーキー・ルーキーにしとこうかな、で、ここ必ずね、あのー、デ,ィディスカードにしちゃうと、あのー、変更しないになってしまうので、必ずこの上の方を押していただいて、やると、これで、えー、難易度が、 先設定したようになりますという感じで,です、ね、また分かんないことがあればコメント欄に書いていただければまた説明の、ね、動画もあげ,あげようと思うのでよろしくお願いいたします、まあ、あんま参考になかったと思うんですけれども、ね、少しでも参考になればいいなと思いますということで、えー、この後の動画ですね2本目の動画、えー、こちらの2試合早速やっていきますのでそちらの方もですも、ね、ご覧くださいということで今回もありがとうございました次回の MLB The Show の実況でお会いいたしましょうさよなら